こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はスカイプサポート。スカイプの使い方ですね。スカイプをしばらくやってないと、そういえば ID どうしたかなと、何だったかなとかね、パスワード忘れちゃったとか、まあそういうことがよく起こります。そんなときはね、スカイプのサインするとね、サインでお困りですかというページがありますので、そこに進みます。そして、 メールアドレス、あるいはね、登録のときに、えー、スカイプの ID 登録の時に使った電話番号、まあ、大抵メールアドレスですね、えー、メールアドレスを入力して続行します。そうすると、そのメールアド,アドレスで、えー、使えるスカイプアカウント、メールアドレスで使えるというかね、えー、登録されている、えー、スカイプのアカウントが表示されます。でそのスカイプアカウントをね、えー、クリックして、 サインをクリックします。でその時同時にね、えー、パスワードも忘れてる場合が多いと思うんですけど、まあ、そんな時は、えー、サイン,インボタンの下のパスワードを忘れた場合リンクをクリックします。でこれね、えー、やり方わからなければ、えー、画面キャプチャーを送ってもらえばサポートしますし、えー、画面キャプチャーの取り方わからなければ、ね、パソコンの画面、あるいはスマホの画面をデジカメで撮って、ね、あるいはスマホで撮って送ってくれても、えー、ここに これを入力してくださいというふうにね、教えますのでご安心ください。で、スカイプ、ねえー、久しぶりに使うとか、あるいは気づかないうちにね、えー、ヘッドホンを抜き差ししたりとか、あるいはスピーカーをね、外部スピーカーをつなげたり、まあ、いつの間にか入れたソフトでね、えー、設定が変わっちゃって、えー、スカイプでマイクとかスピーカーをきちんと使えなくなっている場合もあります。まあ、そんなことあるんでね。 えー、スカイプやる前には、えー、このエコーサウンドテキストサービスと、これをコピペしてもらうとね、えー、スカイプの中で検索できますんで、ここに通話かけると、えー、自分で喋ってね、その音声がちゃんと相手に聞こえてるか、で、スピーカーから音が聞こえるか、それを確認できます。 でまあ、スカイプね、設定めんどくさいと分かんないという場合はね、電話でもスカイプ相談、あるいはね、電話サポート可能です。私がどこにいても日本国内しない通話料金で通話可能なんで、まあ、スカイプね、設定がちょっと分かんない、自信ないという場合はね、お気軽に電話でお話し,しますというふうにね、リクエストしてください。まあ、何しろ、プリンターが 使えませんとかね、えー、メールに画面キャプチャーあるいはデジカメの画像をね、えー、貼り付けるやり方が分かりませんと、まあ、その辺からもサポートしてますんでね、えー、分かんないことあったら、えー、何でもお気軽に聞いてください。以上天ーアカデミー堀秀夫でした。